岩山歯科 YouTube からお送りしてます。週刊運輸です。よろしくお願いします。そして、明けまして、おめでとうございます。ありがとうございます。2023年もよろしくお願いしますということで。じゃあ、三好さんもよろしくお願いはしい。ます。新年早々、口唇ヘルペスができてしまいました。三好でございます。ヘルペス。ヘルペスを濃い目で、違う、カルピスの、まあいいや。はい。じゃあ、帰りから。動画が上がっておりまして、はい。それを見ながらやっていきこちらましですね。よいしょ。あれ？全画面。ょう。まあ、結局、一番最初で止められっかな。一番最初？よいしょ。これ、もう、これですね。はい。これはつまり、もともとは、正方形の格子の 8×8 だったものがありまして、あら？それでいいんだっけ？それでいいんだ。わかんない。その辺の、あら？何までどはうした覚っけ？あ、いや、8×8 なんですけどね。えて。それの、なかなかこうやっちゃうとわかんないな。対角線で切ると三角、直角二等辺三角形が並んだやつになるんですよね。なりますね。で、その直角二等辺三角形の真ん中をうまいことひねると、わかりました。そっか、そっか。つまり、そうですね、これ、マウスは見れるのかな、みんなに。マウスは見れないのか私見えてないかも。な。あ、そうか。私のマウスが見えるんだね。本当に、じゃあそこの正方形をなぞってみると OK？ あ、正方形なんですけど、8分の1の正方形は、頂点、頂点、頂点、なんだろう。どう見ればいいのかな。こう見てもいいのかな。こういうやつ？あれ？わかんない。もっとちっちゃいです。もっとちっちゃい。そこの一番左の赤線の下と、赤線こうのいうや左と、つ？そういうことですね。そこが正方形わだかっったわたかっのた。を、なるほど。ここが正方形だったのを、わざっていうか、まあ、六角形にしたわけですね。そして動かしてみると、なんつうんですかね。そこの全部、まあ、六角形で言ってもいいんですけど、全部その形が相似になるようにしていまして、そして隣の辺は同じ長さの辺を共有するようにしてるので、まあ、そこの辺を同じようにするってことは拡大になったり、縮小になったりするわけで、ちょっとわかりにくいかな。まあ、動かしてみてもらいましょう。あれこれで、大体もうこたったそれだけでこんなことになっちゃうれ。とそれはつまりで言うと、まあ、ウィキペディアで載ってる、なんだろうな、螺旋、ん？対数螺旋か。対数螺旋の辺に載ってる原理ですよね、これってね。で、今回、正方形っていうか、四角形で言うと、四角形で言うと、全部そこの四角形の頂点が、角度で言うと、8分の1刻みにのどこかに来るようにしたので、割ときっかりした形を、変形の途中では。そうですね、今8そうですね、8ピリ分、的ななん感かじになってましたね。そうするとなんかうまく、なんつうんですかね、一周して戻ってくるときがあって、なんか面白いですね。そこは全然予想してなかったんですけど。六角形とか混ぜてても面白かったかもしれないですけど、これは、混ぜる？六角形ね。六角形、そうそう、その。そしてですね、なんかその、同心円に四角形を作るときに、辺がちっちゃいとですね、もう極端にどんどんちっちゃくなっててですね。逆に言うと、どんどんでっかくなっててね、何か。
計算上破綻するんだよね。8分の1ぐらいにしとくと計算が破綻しなくて済むああ、ようでっていう感じですなるほど。ね。どこまあ、計算してるかもよくわかんない。今、六角形って言ったのは6分の1とか、ああ、6分の1ですね。6う分のん、1でもいいいいか、かもしれうん。ないし、6分の1でもぴったり一周するのかな。それはちょっとやってみないとわかんないですね。1分の1がたまたまなんか一周する角度だった可能性もある。ちょっと試してみないとわかんないです。まあ、正方形8個からスタートしてるから、重なり具合としてはちょうどいいんでしょうけどね。正方形8個の8の数と、なんかちょっとわかんないですね。わかんないですけど、まあまあ、なんかこの、随分、なんかきっかりした図形が描けるように。でもそんなに、今回のやつは。ある種の、なんかこう、8個の螺旋が、なんていうの、重なり合ってるっていうかね、こう、絡み合ってる感じですよね。こう、くるくる。時々その四角形が出てくるじゃないですか。四角形というと。四回対称のやつ。4回対称は多分2周回ってんだよね。うん。みんな裏に行っちゃってるんで、この絵がね。上下関係ね。は、あ、今とかね。上下関係の描き方によるんですけど、これはつまり、そこの左下の赤、左下っつって、普段はみんな 左下の赤が動かないように描いて、左下の赤は一番前に来るように描いてるんで、どんどん巻いて、ぐるぐるいってる方は下に描いちゃってるんで、もう、あれですね、見えないんですけど。まあ、逆にすると、なんか、どでかい図が前に来るようになったりもしますね。これ市高浜中さんと一緒にやろうって言ってた螺旋タイリングの一般的な話の何かになってますよね。たまたまじゃないけどね。まあまあ、何しろ螺旋ですもんね。あ、これとかね。これ。なので、まあ、ある種あれですよね。この形に何か、うさぎの絵とかはめれば、ちゃんと、うさぎ、繰り返ああ、す絵にもなりますね。そっか、六角形のこっち取ってあっちつけてみたいなやつ。そうですね。っていうか、もう、はっきり言ってあれですね。同じ図形を、どっか中心を決めてですね、掃除で、でかくして掃除で回していくと、このような図がいっぱい描けますね。もはや、八角形とか五角形とか関係なくね。なんか 岩井さんの得意なやつですね。形があればもうこう、なんていうか、くっ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 つって、だ全から、ウサギとウサギがオーバーラップしたようなやつで描いちゃえば、全然もう全然何、自由に絵が描けるんで。かえって難しいっていうか なんか、まあまあ、これはこれで素敵な。そうですね。まあまあ、ちょうどパキッと、繰りなん返だし。ろう、そういうな、そこのちゃんと表から裏までぴったりになる理論がよくわかんないけどね。ここの。あ、ここが2週目、2週かな。5年とかね。これね。なぜがわからんが、まあ、たまたまかもしれないですね。8分の1角でやってるんで。これが4分の1っだて。から2周してるんだと思いますがね。かな？そうですよね。縦辺か横辺分の1周回ってるんですよね。すごいなぁ。でも、ただの正方形なのに、こんなに。ああ、そうね。なんかちょっとね。ちょっといろいろが あ、もう一回正方形にして見てみる手もありますね。これね、本当はね。ああ、なるほど。これはちょっと、いくらかそう。こう、いくらだ、かただ、こう、手が入って分かりづらくなってる側と思うとそうかもしれないですね。ただの模様なんですよね、六角形はね。捉え方によっては。あ、模様ですかね。あれ、ずっと連続なんかな、こいつ。そうではないよね。なんか、どこかが、ずっと連続なんですかね。というと。難しいな。この掃除の
中心から伸びる掃除の伸び方は一様なのかという話ですけちょっと言葉がど。ぼ全んや部りしてて表よく示しきれてないですけど、わからない。この線を見る限りずっと掃除で渡ってますからね。だからずっと掃除なのかな、結局ね。まあ、それはそういうふうどにこし切ってもてるんじゃないですかね。掃除は掃除なんで、じゃあこの六角形は単なる模様と思えば模様なんかな。かな。まあ、いろいろな見方ができるということで。ありますね。まあ、これで面白い感じでした。それでは、じゃあまあ、これはこの辺で。じゃあ、今年もよろしくお願いしますということで。ことやろう。あれですね。ぜひ、登録をよろしくお願いします。では、また次回で。よろしくお願いしまお願いします。